バイオルクシブは2013年11月に開始された生物学のプレプリントリポジトリである。正式な表記はバイオル、解放で解は X ではなくギリシャ文字の解である。コールドスプリングハーバー研究所が運営している。プレプリントであるのでバイオル、解放が提供する論文は査読されていない。しかし基本的な選別と表説の判別は行われている。 読者はプレプリント論文にコメントをつけることができる。バイオル・解放は1991年にポール・ギンスパーグによって設立された物理学とその関連分野のリポジトリであるアーカイブに触発された。ギンスパーグはバイオル・解放の諮問委員も務めている。バイオル・解放はコールドスプリングハーバー研究所とリューリー・ファンデーションの支援を受けている。 さらに2017年4月には、チャンザッカーバーグイニシアチブからも、資金提供を受けると発表された。バイオル、解放設立以前、生物学者たちは専用のプレプリントリポジトリを持つという問題について分裂していた。大多数のものは、自分たちの研究が競争相手に先を越され、発見の請求権を失うことを懸念していた。しかし、一部の遺伝学者たちは、 アーカイブリポジトリの定量生物学区分に論文を投稿しており、発見の主張の根拠としてプレプリントを指定できるようになっていたため、これらの懸念はもはやなくなっていた。サイエンス誌のジョセリン・カイザーは最初の年に824法のプレプリントの投稿があり、少数ながらも論文の流れを引き寄せたと述べている。その結果、すべてではないがいくつかの生物学ジャーナルが プレプリントに関するポリシーの更新を行った。彼らは、プレプリントがインゲルフィンガールールに当てはまる、事前の出版物であるとは考えていないと明確に、している。2015年、バイオル、解放のプレプリントは2万を超えるツイートを作り出した。2016年2月には、バイオル、解放への投稿数は1月あたり60から200へと着実に増加し、 合計で3100法が受理されている。2017年4月21日時点で、採択数は1万法を超えており、毎月の投稿数は620件を超えている。バイオル、解放は、以下の分野で、プレプリントを受け入れている。ザ・バイオルクシブツージャーナルズ・イニシアチブにより、著者は、バイオルクシブを通じて、雑誌提出システムに原稿を直接提出することが、できる。現在、 B2J に参加しているジャーナルの一覧、ありがとうございます。